はい、皆さんこんにちは、ニシーです。今日はですね、セガサタン版のね、電車で GO やっていきたいと思います。上級の景品特選です。やり直して8回目かな、クリアできないですね、これ。初代じゃない、プレステ版の電車で GO より難しい、これ。プレステ版の電車で GO はね、2回目でクリアしたもん。これ結構難しい。スピード感とかね、ちょっと難しいね。動きがスムーズじゃないから、かえってやりづらい。出発進行。なんか処理打ちした感じで遊んでるような感じ。途中停車駅をご案内いたします。処理打ちの状態で遊んでるような感じだから、なんかね、難しいね、かえって。特に雨降ると、晴れだとやっと運転のコツ掴んできたけど。あ、上が京急ですね。あの緑の鉄橋ね。八津山橋だっけ？あの開かずの踏切で有名なとこで。まあ、そこ確かに、本数多いもんね。京成線とかね、京成の羽田空港行きとかさ、京急の羽田空港行きとか、本数多いもんね。それ開かないわ。で、徐行区間だもんね、あそこね。それだとなかなか待ってられない。お、113系ですね。はそんなに、でも、窓の部分が黒いよ、暗く見えちゃうよ。でも211系が一番ひどいかもしれないね。場内進行、ちょっと危なかった今、駅進入速度破る感じだ。だとな、全然楽なんだけど。987。おお、いい、ね。で、あんまりうまく運転しちゃうとな。途中で雨降る。25秒か。やっぱ運転のコツがね、プレステ版と違うんで難しい。結構ね、僕も電車で GO は遊んでるんでね、ファイナルとかね遊んでるけど、これ難しいもんな、やっぱり。第2フェーズ進行。ここで当分警笛ボーナスがないんで、いや、こんな難しいと思わなかったな。でも雨降らないでくれればいいんだけどな。ライフヘッド進行。さあ、どの辺でブレーキをかけましょうかっていうと、ブレーキをかけて、フルートレインは悪くなかったね。この右の209系も綺麗だ。遅れて2秒帰ってきたか。
まあ、次のとこが区間長いからね、回復運転ができると思う。雨降られるとな、本当に本当に難しいもんな。はい、待ちください。出発進行。今気づいたけど、ドア閉まりますねってから発車となるの早い。215系も綺麗だね。ちゃんと形はなしてる。こういうあの外側、建物とかは綺麗だけどね。あ、ここ警笛鳴らしてももらえないんだ。家とかね、ビルとかは綺麗だけど。ライトヘッド進行。さあ、本当回復運転できればいいけど。次は山田。山田。あ、また209系。悪くないね。場内進行。山田。あ、こういう感じでいいのかな。3、2。あーおうあーでもこれ注意信号出るかな。8、9、10、11、48、49、50、50、4秒だもんな。あ、でも中心号出るからいいのか。マイナスあれかと思った。1メートルオーバーランかなと思った。0メートルの幅が、合格範囲0メートルの範囲が広く感じるね。で、右の209系がね、ひっくり返ってんですよね、なぜかしらね。で、2両目はひっくり返ってない。これひっくり返ってないね、2両目の車。あとは全部ひっくり返ってる。あ、最後の車両だけひっくり返ってない。45なんだけど、1600m で45にしておけばいいんで、まあ、この辺だよね。1600m、 もうちょっとスピード上げといてからの。ちょっと難しい。でもな、スピード遅れちゃうんだよな、これダイヤがね、厳しいんだよ。第二ヘッド進行。で、玉川を通過と。ちょっと舐めてたな、すぐクリアできるかなって思ったらクリアできなかった。2、3回やればクリアできるかなって思ったら、ブレーキをかけて、で、103系が出てくる。先もちょっと暗いね。真っ黒だ。真っ黒まではいかないけど。雨降るな、これは。
雨降らなかったら奇跡だけど。どうだ、雨降るか。お、風呂場、奇跡。進行やすね、風呂場。最後の警笛ボーナスがありますからね。ちょっと黒ゾーンってるね、103系ね。南武線の103系です。なぜか10両編成らしいです。本当は6両編成だよね。でも103系の南武線は乗ったことがないかな。205系とか、あと205系のあの1200番台とか、209系、あと E233 とか乗ったことがあります。 E233 はね、ドラえもんミュージアム行った時乗ったな。だから行き帰りの2回しか乗ってない。ボーナスもらって、まあ、この辺でブレーキかな。この辺でちょっとスピードを慎重にやんないとダメってことで、急になんかブレーキが変わるからさ、ちょっと怖いんだよね、ここ。でもそうでもないな、やっぱ雨だな。さっき雨降ってて失敗したんですよ、ここ。43、おフレートだ。あ、これクリアしないとな、もうチャンスないよ。でも先が思いやられるね。あと関西の東海道線と山手線あるから、先が思いやられる。さすがに雨降るでしょ、ここは。で、新コースでボーナスゲームがあるんで。お、雨降らない。あ、助かったね。あ、助かった、これは。確かね、この辺で211系が出てくるはず。211系が一番ひどいか。これ出てこない。あれ？違ったっけ？間違えた。36秒か。あ、これですね。ちょっとね、形を成してないよ。2階建て車両になってしまう。お、成田エクスプレス。あ、3両編成だ。プレステ版の電車で号だと確か113の横須賀線だった気がするんで。すれ違うのに、大体エクスプレスだったね。この辺でブレーキかな。雨降んないから気楽だね。実家あるの。急に簡単になる。これでクリアできないとちょっとな、辛いよね。あ、ちょっと余裕こきすぎた、やべ。2、1、お、助かった。助かった。6秒もらえたね。
よし、これでクリアできそうだな。あと東神奈川と横浜だけだから。東神奈川は確か制限60だった気がする。で、これでこの辺だよね。お、いいんじゃない。お、9秒。ボーナスゲーム難しいね。ちょっと採点が厳しい、ね、多分あれ初代あのプレステ版の電車で GO だったら10秒もらえたと思う。グッドが2個か、グレートが4つ。51秒ってイチローの背番号だね。あ、これは E217 か、横須賀線だね。確か駅進入速度が東神奈川60キロなんだよね。まあ雨降らなかったからいいや、助かったよ。最後雨降るのかな。どこで雨降るか分かんないけど、もう185系です。まあ、この辺でブレーキをかけて、確か制限60だと思う。あら、横浜線もひっくり返ってんね、車両がね。あ、やっぱ60、まあ、横浜線と合流するから60キロだと勝手にね割り切ってるんです。あ、やべえ、実感ないな。おお、グレート、グッド、グッド、あと2秒しか食えない。あ、プラマイ2秒だったら 3秒で、3秒以上の装着遅延だと2秒なのか。いや、こんな難しいとな、先が思いやられるよ。最後0メートル停車した。グッドでもグレートでもいいか。50秒あるからね。もう横浜線209系なんか埼京線にも見えるよ、ね、あの緑のライン。横浜線もひどいね、これ車両ね。211系と横浜線がひどいか。左側ね、いつも京急走っていくんだけど走ってこないか、さすがに。セガサタン版は走らない。次は横浜、はい、で、これ209系はいいんだけど。ダメだ、オーバーラインしちゃって。あ、まあでも本当3波24だから、よかった、クリアできて。なんか難しかったな、本当に。結局最後オーバーラインしてるしな。いや、よかったよかった。持ち時間稼いでおいてよかった。これで84点なんだ。結
構採点は甘いね、セガサタン版の方。長かったな、しかし。今ですね、2023年12月5日11時23分の収録になってますね。ヤフーの見出しなんかある？狭間荘の給付財源に予備費検討、政府クラウドの外資管理不安と、高校授業料私立含め無償化へ、冬は空き巣増、狙われやすい家とは。米山隆一氏語るひろゆき氏の論法、阪神戦力会の高山俊、新潟入り決断、BTS の V、ジョングクら4人入隊へ、告別式で涙、西城秀樹さん長男、思いということでね、阪神戦力会の高山俊選手、新潟入り決断、まあ、来年からね、2軍の球団が2球団増えて、イースタン、ウエスタン、今ね、イースタンリーグが7球団、ウエスタンリーグが5球団ということでね、まあ偶数にしようという狙いだったのか分かんないですけど、新潟と静岡の球団が参入してきてですね、2軍はイースタンリーグが8球団、ウエスタンリーグが6球団になるっていうね、奇数だとね、試合できないチームが増えるんでね、なんでまあ大学生と試合したり社会人チームと試合したりしてたんでしょうけどね、まあそういう関係でね、まあ偶数にしたんでしょうけど、今年ね、そういう2軍の球団が2球団増えるということで、なんか戦力外選手が多くなってるっていうのもありますよね。結構元プロでね、今年戦力外になった選手で、その2軍の新しくできたチームに入団が決まってる選手もかなりいますからね。はい、ということで、ここも長かったな。でも雨降った時の運転方法身につけないとダメっぽい。これだ。で、終わり。はい、OK。おー、ちゃんと入力できた。おー、1位だ。81.9。 長かったですよ、もうあなた。もうあなたって誰に言ってるか分かんない。おめでとうございます。ハイスコアを目指してください。はい、はい、ということでね、まあこの辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。